はい。皆さん、こんばんは。ベンチャンネルです。はい。本日は5月11日土曜日、えー、午後7時15分回ったところです。はい。皆さんもお疲れ様でした。本日はね、自分は第二週なので休みでした。えー、夕方ね、えー、スーパー TS に行きまして、お刺身コーナー行きましたら、こちらのね、えー、マグロサーモンたっぷり手巻き寿司セットうん。あのー、 いっぱいこちらね、寿司のネタみたいのかな入ってるやつ。こちらマグロね。で、こちらサーモン。で、下行って卵。多分これカニカマ。そして僕の大好きなエビ。そして僕の大好きなイクラがあります。自分はね、えー、ご飯は食べないで、このおかずで、まあね、晩酌みたいな感じで、えー、食べたいなと思います。半額でこの値段でした。安いよね。 はい。蓋を開封しました。ね。こんな感じね。新鮮だね。ね。紙コップの中に、えー、わさびと醤油を混ぜました。飲み物は、こちらで野菜ジュースです。まあ、中段はね、あと少ししかないけどね。うん。こんな感じかな。ここに台を置いて。よいしょ。こんな感じでいいかな。 それじゃあ食べる前にねえー、じゃあ皆さんね僕は野菜ジュースですけど開けて乾杯ですねよしょちょっと前に置こうかこの辺ねそのままいっちゃいますよん自分はねそれじゃあね今週も皆さんお疲れ様でした乾杯ですめっちゃ野菜感 本当はね、お酒とか飲みたいけど、自分ね、ちょっと今飲めない状態だからね、もうね、もう自分手術して、うん、退院して、一年経って、飲んだかなサワーぐらい。だけど飲んでないね。ノンアルばっかだよね、今はね。うん、とりあえず野菜ジュース、健康的ね。じゃあ食べてみますかね。うん。 まあ今日は土曜なんでね。まあ週末飯、週末晩食みたいな感じでね。まあこちらはね、ご飯なしで寝ただけ食べるのね、海鮮のね。うん。まあ高級感あるよね。本当は自分の大好きなね、都内のね、この間行ったね、港町の方行ってね、食えばね、最高なんだけどね。まあね、ちょっと半額で買えたんでね。ちょっとこの混ぜ混ぜしてね、わさび醤油ね。よし。誰が じゃあ、まずどれいっちゃうかなやっぱ最初はマグロかなね。これね。マグロ。ね。いっちゃいますか。ちょっと漬けまくるみたいな感じしっちゃうよ。漬けっつってね。これね。よし。じゃあ、いただきまーす。ね。命に感謝です。うん。 うん。ああ、マグロうまいね。赤身。で、えー、次はサーモンかな。ね。よいしょ。あ、切れちゃう切れちゃう。サーモンね。こちらね。よし。漬け、漬け、漬け。ね。たっぷり漬け。ねこれね。ほんとは寿司ネタだけどさ。 まあ、あシャリ、ご飯、一緒に食うんだけでご飯食っちゃうとさ、いっぱい食えなくなっちゃうからじゃん。寝ただけでいいかなと思ってる。刺身みたいな感じで。じゃあ、サーモン、いただきまーす。うん。ー、うん。サーモンめっちゃ甘い。うん、美味しい。ええー、次は、 自分の大好きなエビかなエビは何だっても好きだよ、俺。あのー、ねこっちはエビ、普通のね、寿司しネタだけどさ、あの炙りとかあるじゃん、結構。そういうのも好きだよ、ね、エビは好き。うん。ちょっとつけてね、じゃあ、エビもいただきまーす。うん。 ああ弱く甘いほんとうんエビ甘うんうんうまい、ね、う,まうまいうまうんエビグッとで、ね、これはカニカマかなねカニにはしてっけよまあカニ入れちゃ高いからねカニカマだと思うよねよし漬けにしてじゃあカニじゃないと思うけどねこれねカニカマだと思うけどいただきます うん、かまぼこかんフフフまあ普通だねかにかまはねで卵これは卵は僕好きだよ、うん、こういうのうんよいしょよしちょん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 卵ねうんいただきます うん卵も普通だねうんうん問題はさこのいくらだよね端じゃなくてスプーンの方が良かったね ちょっとスプーン取ってみるか。ね。よいしょ、箸を置いて。あー、起っこっちゃった。ちょっとごめんね。ここに置いといて。スペースがないんでね。よし。はい、このデガイスプーンしかなかった。よくコンビニとかで、ね、カレーライスとかでうやつどのぐらい入れるちょびっとでいいよね。ちょびっと。ね。醤油ね。こ,この醤油ね。このぐらい。このぐらい取ってね。で ここにかける。ちょーんとさ。ね。一気にいっちゃおうか、イクラ。ね。こうしてさ。しゃーリてさ。イクラを好きだよ、僕。イクラはね、うん、確かにご飯でかけてくると美味しいよね、あったかいご飯ね。でも今日はね、あの、ネタで食うって感じで。こんな感じでさ。ね。一気にこうに。よいしょ、取れっから。全部は取れないで、こんな感じでいいかな。 じゃあいただきますよいただきます豪華だなうんうんあーこのプチプチ感がたまらないうん美味しい、うんうん、このプチプチ感とさ中にドロドロ感があるこの塩っぱさうん うん、美味しい。やっぱりご飯欲しいね。本当はね。これはね。うん。もう一回食っちゃうもうん。いただきます。うん。うまいうまい。やっぱいくらだな。<laughs> まあ、筋コマ好きだよ。あの、つながってんのだけどね。あの、ちょっと嫌だよね。嫌いな人とかいるよね。食べうん。まあね、半額でさ、 まあ税抜きで1000円しないけど税込みでさ1000円超えちゃうけどさだけどいいよね値段ねうんはいいくら完食です、ね、よいしょちょっとどこいとくかねこっちにとくかねいはい次はああこの青じそあるんだね俺しそ好き 青じそも好きだし、あの赤じそ赤じそはさ、あの、よく自分飲んでるよね。あの、赤じその、うーん、梅の酢のドリンクあれ、昔から好きだったの。うん。自分では作れないけどね。じゃあ、マグロに、しそ巻こうか。ね。こうやってさ、巻いて、ね。まあ、巻けっかな。ちょっとね、片手だからね。 こっちの方がいいこっちの方がいいか、やっぱり、表面的には。ぐるんぐるん巻ければいいんだけどね。よいしょっと。ちょっと橋がね、やりづらい。あ、指ちゃんがだめね。はい、こうね、マグロのシツ巻き。これもちょっと先っちょいけいか、先っちょだけ。ね。こんな感じで。よし。じゃあね、こちらね、いただきます。 ー青じその鼻にツーンとするいい香りとマグロのこの感じるとトロトロ感うんいや美味しい、うん、その青じその香りもいいねうんグッドうん合うわうんなくとはちょっと野菜ジュースのもねうん、うん、いやー 今日暑暑かかっっったたね、こっちの方も暑かったよう,うん皆さんの方も暑かったかないい天気でさなんか明日からね天気がぐずつくみたいだよね話だと月曜日は雨の予報になってるねこっちの方ねうんまあ雨だからね、うん、仕事は刈り払い草刈り機で作業になるんかなとうんああ 第,第2週だからねほんとは日都足した休みなんだけどまた行っちゃおうかなと思った向こうにそんな頻繁に行けないしさお金がねそこまで持たないから、うん、よしカニカマ、まあ、カニカマは普通だな <laughs> うんいや今日はね自分の町のあるねまあハードさんハードフさんに行って ジャンクイングコーナーでね、ちょっとさ、車内で、なんつうの、自分の車のデッキはさ、あの、純正なんで、AM ラジオしか付いてないんですよ。まあ、デッキ交換とかすればいいかもしれないけど、ちょっとね、デッキとかね、もったいないんでね。だったら最初、f m 飛ばししたいなと思ったけど、f <laughs> m 飛ばしの4スゲット買ったんだけど、今思えばね、AM ラジオだからさ、何飛ばせらんないじゃんと。 うん、で、今は代わりにスマホの音楽、あれか、ジャックつけて、スピーカーにね、あのー、まあ、もともとはね、車用のスピーカーじゃないよね、あれ置いてあったのね。うん、両面テープでダッシュボードの、あれか、上にね、貼って、で、イヤホンジャックに差しプスさして、そういう音楽聴いたりとかね、あとはポータブル DVD プレイヤーに音楽再生して聴いたりとか、あとは、携帯ゲーム機のね、あの、ロボットのね、 えー、スパラボの音楽聴いたりとかしてますけど、えー、今日ね、たまたまね、ちょっと見てこようと思ってね、ジャンク品に、本当はラジオとかも見てきたかったんだけど、たまたまそのジャンク品コーナー CD、ポータブル CD プレイヤーが3つぐらいあって、ほとんど2000円とかしてるんだよ、ジャンク品でも。で、唯一一個今日あったやつが、なんつの、本体と、その、いや、あの、リモコンがついてるやつ。ま、微行にああいうふうにさ、ちょっとリモコン引きづらいとかね、 単、あれは3かな電池2本で再生、起動しますと書いてあったから、起動じゃ分かんないんで、再生できるかなと。ね。本来はね、ジャンク品とかはその、確認することはできないんだよね。で店員が優しかったんで、ちょっと CD と電池入れてくれて、あとヘッ,ヘッドホンかなイヤホンみたいなの持ってくれて、一応やってくれたんですよ。うん。そしたらね、再生できたんで、あほんじゃこれラッキーだ。 ね、550円でいい買い物できると思ってそれを買ってゲットしてちゃんと比例に拭いてまあ、車内に置いてあるんですけど車内で CD 聴けるように、うん、買いましたよかったですよこれで、うん、まあね自分のおちにはねうーんブックオフとオフハウスしかなかったんだけどオフハウスの中にハードオフができたんでねまあちょっと半分なんだけどねだけど あれから良かったなと思いますじゃあねカニカマにしそを巻きましたこのようにねいただきますうんうんふだなカニカマにしそはね <laughs> うんうんカニカマにしそは普通だなやっぱり マグロにシソ。あとはこのサーモンにも巻いてみるかね。こっちらね。サーモンね。サーモンいい色してんね。よし。ちょっと負けないんで。ここにシソとサーモンを合わせてね。ちょっとつけてみましょう。よし。ね、このようにね。じゃいただきます。うん。うん。 うーん。サーモン感のが強いわ。うん。シソより、うん。マグロだと、シソの香りしてマグロの、ね、あトロトロ食感だけど、サーモンは、しその香りはあんまり消えちゃって、サーモンのこっちの甘みのトロトロ感まそっちは強いわ。うん。 じゃあ、エビにしそはね。まあ、どうだろうな、ね。しその方が強そうだよね。エビの方が薄いもんね。よし,ここしここ、ここでいいかな、これで。ね。エビしそなんて聞いたことねえぞ、俺。<laughs> よし、これね。いただきます。 うんよいしょ、うん、あーやっぱりねエビの皮は薄いからシソの香りはするうん歯応えやっていいなうんうまいうまい まあ、どっちか。ちっつうと、マグロとサーモンかな。シソマイってうまいのはね。うん。ああ、もうこんなに減っちゃったよ、もうね。うん。早いね。まあ、一人前としてはいいかな、自分としては。うん。これがね、シャリのご飯つ、ね、つけてくると食えないほんまにね。うん。明日は何するかな。あ今日はね、自分の中い,い 先輩はお仕事だったんでね、1時過ぎまで買っちゃうっつんだって、今日会えなかったけどね。あ,あ、そうそう、それとね、そう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 、あの、なんだっけあれ、あのー、ペヤングさんのさ、あのー、焼きそばで辛いシリーズあったじゃないですか。今日ドラッグストアダブル行ったんですよ。あの、辛いの赤いパッケージのやつそれの、なんか焼きそばじゃなくて、あのー、ヌードル あの、ラーメンそのタイプのペヤングから出してるラーメンの赤い辛いやつのパッケージが売ってたんですよ。それ試しに一応先輩に1個 <laughs> 買っといたんで、明日、あの、プレゼンチしようかなと思います。うん。あの、焼きそばのね、パッケージは無理に言なんか、ヌードルの方ラーメンの方のペヤングで、ヌードルで赤いパッケージそのやつが売ってました。新発売で。うん。 まあ、とりあえずそれはね車の中にしまってあります明日朝先輩がいればいいんですけど渡したいと思います、うん。多分赤でも辛いよね、うん、ああとねもう暖かくなってきたら部屋の中にも蚊がいるんですようんであのなんつうのスプレーでさ肩が落とするやつがなくなっちゃったんでしゃーなく100均で こちらの蚊取先香買ってきました。うん。あ、受け皿あのー、取線香取先行皿みたいなところ、あのー、引っ掛けるやつはありますね。まあ、こちらもね、まあ、引っ掛けるやつは、ここに書いてありますけど、この百均の引っ掛けやつは、手、スパッと切れちゃうカッターのように危ないから気をつけてね。うん。あ結構、食ったかな。ね、まだまだ、あとは少し。ちょうど俺にとってはいいな。美味しい。 うん。肉とか食ってないかんね。食いたい、食いたいっつって、今んとこね。うん。本当はね。まあ、だけどこの前はね、あのー、自分の大好きな港町の方行ってきてさ、あのー、焼きハマグリ。うん、二粒食べてきました。まあ、感謝してます。サービスで。うんと、ありがとうございます。美味しかった。でかかったし。うん。 なかなかかんでも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 あの <laughs> ね口の中に残っちゃってねずっと噛んで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 ジューシーで美味しかったですまた食べたいですうんよいしょでサーモンいただきますうんうまいねうんあもう7時過ぎたんね そういえばうちの近くのドラックストア A の方のねあの惣菜コーナー弁当とか置いてある方な7時過ぎるくらいかなだいたい5時半か6時ぐらいになると20%割引みたいなシール貼って7時過ぎてそれぐらいになると半額になるんですよ50%ほまあ今日は寄りませんでしたうんうつったらその時間行けば全然安くなりますんで弁当もうん でみんな目当てそれですからねみんな来んのねだいたい時間だとたい分かりますからねうんよし,よしマグロいただきますうんあとは何だろうねあー仕事もさらに忙しくなるか 今月末、うん。自分が仕事している、まあ、ね、あのー、場所のとこで、大きな、なんか、ね、PG の大会があるみたいなんでね。それに来週は、自分は行けませんけど、まあ、自分の会社の一人の人と、あと向こうの人らで、なんか打ち合わせ会議みたいなのがあるみたいなんで、最初は呼ばれてたんですけど、 まあ自分はねみんないっぱいいるんで自分は現場の方で作業してくれって言われたんでそちらの方でや,やりますうんよいしょエビちゃんとじゃんあしよいしょ、まあ、今日は贅沢に贅沢だよね週末うんうまいうんうん うーん確か自分の県って海なし県だけどね寿司食べる消費量全国一位だと思ったな確かなんかテレビか動画でやったねうんすごいよね確かに寿司好きだよ、うん、よしネタライも全然新鮮でうまいほんとに 今日も夜遅いかな、起きてんの。うん、いつも仕事の時はもう早めに風呂入って、もう寝床について、寝床でスマホ見たり、ね、ゲーム、今やってるス,スパロボやったりしてます。だいたい昨日あたりからまあこういう風に土日休みとか、ね、第1、第3、第5の日曜日休みだと、その前日は、うん。 いつも一番最後に風呂入る感じなんで、まあ、12時手前とかになっちゃうねただ目は覚めてしまいますね朝ね早朝うん今日今日つかあれ昨日寝たのも12時手前なんだけど目覚めたのが2時3時だからね目つぶってもう一回目つぶって4時5時になって結局は起き出してね朝飯は食べたんだけどなぜか毎朝のルーティン的な感じでやっぱりコンビニ一軒ぐらい行っちゃったね もう体がダメだね。そうなっちゃってるからね。うん。しょ。ね。ああ、あと、知り合いか聞いたんだけど、自分の住んでる街のメイン道路うん。なんか、293号線なんか、大幅、大幅的な道路工事やるみたいだね。うん。まあね、夜中とかやってほしいかな。ああいう大きな道ね。まあ、 どこはね,ね夜中でもねガラガラガラになってもしゃあないしねそれはねしゃあないよね仕事だからねそちらの人はねうんあーサーモンうめえとろけるびっくりうんこんなにうまかったんだマグロよりとろけんなサーモンの方が うん、やっぱ甘みあっかんねよいしょ卵あめ昔のアれだったらね土日とかだとね毎週の土曜日向こう行ってね車中泊して行ったりしてたけどね車中泊今んとこしてないし あとはね、会社の人たちに何人か言われてるんですけど、まあ、うちの親会社の人かな、うん、あのー、キャンプ好きな方がいるんですけど、まあね、たまにはね、あのー、自分昔、まあやったね、キャンプ飯の動画とか、うん、やってくれとか言われてますけど、今のところやりたい気持ちはあるんですよ。車の中には、まあ、 載せてありますあとは自分のスーパーカブちゃんにも、あのー、ガストーちなどもあります一応ねやれることはやれるんですけどちょっと今んとこねうんまあ簡単にもどきみたいなのできるかもしんないうんあのー、ここでねケトルでお湯沸かしたのをさステンレスボトル入れてカップラーメン持ってあとはねうん種の要するにチャーシューとかああいうの買ってきてそれでそこで食べるっつうの外で食べるっつうぐらいだったらできるかもしれない今現在は うん、ちょっと殻付けるのがね今んところめんどくさいなーと思って昔は好きでやってさ殻付けたり何やったりさ焼いたりとかでやったけどうんまあやることはやりますよ自分も好きだからそういうのもだから昔ほどな,ーなんかちょっと落ちちゃったかなと自分自身うんだからあ庭にはね袋の中には使ってる キャンプの、その、百均とかで買ってきたのとか、あとね、その会社の上司のね、あの、優しい方から、あの、いただき物、ね、キャンプ道具とかもらったりしてるんですけれども、まあ、使うときはね、ちゃんともう一回、スポンジとかで、ね、洗剤で洗ってから使ったりしなくちゃいけないんですけどね、最近やってないね、その場所は行ってるんですよ。その場所のところで先、先輩と会ったりしてるんで、まあ、昔は結構ありましたよ、その先輩のところね。 まあ、ある工業団地の中のちっちゃなね、裏行ったところのね、そことか、あとはね、うん、自分の町のね、ええー、あるね、ええー、川の橋の下のところの河川敷でね、うん、あの、作って食べたいとかね、あとはまあ、2、3箇所くらいあっかな、やってとかね、うん最近やってないかんね、うん、うん。 ちょっとね、自分の仕事の量が忙しくなっちゃったの。まあ上の人は分かってないんだよね。だって元々入った時はさ、その金額でやってさ、それでやってんだけどね、それで仕事が増えてくるってことはさ、覚える覚えないし仕事増えてくる年数がやってくれば、それは少しずつ増えてくるんだけど、全然全くね、増えるような感じがしてない。うん。 で、辞める感じが多いから今度取るときにはさ、それに金が多くなっちゃう人だったら、だって入んねえじゃん。だって入ったって、この前の人だって入ったって辞めちゃうのも、教えるようとしたって辞めちゃうじゃあさ、意味ないよね。うーん。まあ、ここはね、もうどっちかっつうとね、土方経験者の人の方が来てもらった方が、可能性としては仕事はそっちの方が、 そうかもしれない。うん、銃に値すると、うちの、まあ、昨日話した人は、銃の銃が、まあ、ゴルフ場経験者の人が取るっていう感じしかしてない人なんだけど、自分、今ね、この作業をしてて、銃の割合数どういう人がいいかっていうと、やっぱり、土型の経験者が、7割、8割だと思うよ。 まあ2割はね、その俺自分 PG とかそういう借り込みとかそういうのあるんだったらやっぱりゴルフ場経験者の人が2、3割の経験要するに8割は土方の人が来てもらえればいいかなと思う経験者は。うん。自分はそうやって。だってやってんのがさ、ほとんど土方みたいな感じだもん。うん。そう、みんなね。 どううななんんかなと思うんだよねまあそれはねまあ一番トップの人がね決めるんでね僕は何も言えませんけどうん。で逃げるような言葉も言うかんね。まあお脅しとかじゃないけどさ。 なんかこの間もさ、それはね、上からすればさ、そういう思う気持ちるしないけどさ、逃げる感じよね。なんか自分のことをワンクッション入れる。僕の名前出してクッション入れていう感じ。自分自身で強気で言ってくんないんだよね。もう昔から自分は聞いて僕の時だけは、年下ではすげえ強気なんだけど、うん、だからそこが変だなと思うんだよね。うん。 そういうふうなとこも変だなぁともねちょっとね昨日はなんか全員目の前で言ったけど100%全員目の前で言ったとしても100%は多分ねなるとはなんないと思ってます自分はなんかそんな感じ思います本当にうん。大体やめた人のことをバカにしてるってことはさそれはね 納得いかない。自分としては。一緒に働いた人だからさ、僕にとってはさ。まあ、上からすると、なんでこの野郎やめてって感じで思うかもしれないかもしれないけどさ。うん。ね。そういうわけど、自分は横の人は辞めた人とかは別にそれでも、自分は大切な仲間だと思ってるんで、いくら辞めたとしてもさ。自分だってそれはあるよ、考えは。もういなかったかもしれない。うん。だけど、俺は見てますから。 うん、みんな本当に確かにあの状態だとやめる、やめっちゃうつら分かる気持ちが、うん。自分もやめたい気持ちは何でもありますから、うん。いつらいいんですよ、自分もやめちゃって。うん。あのー、ちょっとね、内容が上の人も分かんないし、うん。こっちも分かんないし、ね、分かんない分かんない。ね、そうすると上からするとね、分かんない方になんか僕の出しに取る。 じゃあ逆にね、あなたの方も脱出に取っていいんかなと。そうするとなんで俺が言わなくちゃならないか。それはわかんないよね。うん、そこまでの気持ち考えちゃう。ね。まあ、どこもそういう風なとこあると思うよね。ブラックブラックになってる状態とかさ。まあ、人としてね、見てない。道具として見てるんか。ね。まあ、それはしゃあないよ。上からだね。うん。まあ、横の人たちからするとね、まあ、黙っていくかもしんないけどね。 まあ僕も黙ってますけど、だけど僕は言っちゃうタイプになっちゃってますからね。いろいろありますよ、ほんと。まあね、ただ、出入りは激しいよ。本当自分の会社っつうか、ほんと。うん、そこがすごいね、出入りがすごいって、こて。うん。そこを分かってないんだよね。うん。 で、僕のことをさ、昨日も同じこと言うけどね、長くいるんだからさ、な、ね、なんでわかんないのかそういうのを言われたけど、ね、別にもっと長い人も来てるんだよ。その人たちには言えなくてさ、先輩面って感じで言ってるけど、俺だってある意味はさ、ね、まあその、2、3人は先輩の人はいるよ。何年かその下の人にとってはさ、ね、歳とかそういうのは関係ないじゃん。ね、 一旦辞めてもまた来てます一年目からだし。うん。そういうのもあるしさ。うん。だからあの人はあんま言えないけど、一回ほんと、俺悪いけど、うん、もう止めらんないから、うん、知らないよ。ほんと俺も。ね。あれだと、また来ても辞めちゃうんじゃないかと思うんだよね。うん。 まだお金がね、自分の、ね、自分の今もらってる給料より、かなり高くもらってる人いっぱいいるけど、まあ割り算で計算すると、なんか自分が一番時給計算だとなんか低く感じんだよね、みんな値段よりね。うん。だそこも考えてるんですよ。うん。だから言ったんだ。安いねって。 うん、この前、相談で。あ、安いんだ。じゃあ考えなくちゃいけない。じゃあどうぞ考えてくださいって感じですから、僕にとっては。うん。まあ確かにね、ボイスレコーダーとかさ、証拠とかそういうのがあるかもしれないけど、ね。まあ表状態で,ではボイスレコーダーはそういう取るかもしれない。上の人たちは。だけど、こっちの人たちは辞めた人たちとか、みんなね、いるんでね。別にボイスレコーダー記録とかそれは必要かもしれないけど、こっちは別に辞めても辞めなくても、ね。うん、別に構わない。ただ、ね。 そういう風な会社だったっていうのは広まっちゃうかもしれない。そういうのはね。あるよね。別にボイスリコーダーゃって。うん。こういう風だったんだとか。ね。いろいろ広まっちゃうと思うんだよね。ほ、うんと。そういうとこがあるからね、うん。いろいろとね。大変だよ。どこも。まあ我慢して一応やってるけどね。自分ね。あんま我慢すぎてもいけないけどさ。うん だったらね、一年前、契約更新だったらさ、うん、なんで無理だった無理で3月でさ、みんな切らしなかったんかなと思ってさ、全然間に合わない状況だからね、こっちもね。うん、で、なんかって俺の方に押し付けるでしょ押し付けんだったら、まあ、上げてくださいよだよ。ほんと。ね。 覚えてからじゃなくてそれを何回も聞かせて覚えてから覚えてからさせてねそういう上は見てないかもしれないけど結局そこでやってんだわさうんねだからそこがおかしいよねうんまあだからね本当だねほんとやめた人たちのこと相談したりしてるけど分かりやすいよそっちの人たちの方がほんと ぶっちゃけ、うん、みんな心配してくれてからほんとうんあー残り二つになっちゃったねマグロと卵卵先食っちゃうかなあっやべ滑った。 よいしょ。あ、はあ、いろいろあるね。皆さんもいろいろあるけどね。まあ、お互い気をつけ、頑張るしかないね。体にもね。うん。あ、今月の、第4土曜日は、この間の4月の CT の、あれか、結果がまた、うん、定義のね。あ、う、あ、ん、最後の、孫ですね、最後。 これ食べれば完食ですじゃあ最後じゃあ食べます完食しましたごちそうさまでした美味しかったですそれじゃあねまあ長いね まあ自分の、まあ、つぶやきみたいな感じになっちゃってる動画になっちゃいますけどつまらないのね。まあこんな感じでね、まあ、週末晩酌は終了したいと思います。それじゃあ皆さんも良い週末を。そしてね、えー、皆さんもね、お互い気をつけてね、頑張ったり、あとは行動しましょう。それじゃあ皆さん、さようなら。じゃあね。バイバイ。